どうなってんだ。はい、いや、はいじゃねえよ。ですよね。ですよね、じゃねえんだよ。はい、何してくれちゃってんだ。死んでんじゃん。これはい、どうすんだよ。あれ、でもやっちゃってもいいって。いや、そりゃ言ったよな。言いましたよ。それは確かに言いましたよ、梶原さん。聞きましたもん、私。いや、言ったかもしれないけどさ、それ言ってんじゃないですか。だか、それ言葉のあれだろ。え、言いましたよ。だか、それ本当にやってどうすんだよ。それも二人も。いやー、なんかまあそんな流れになっちゃって、まあそうなんですよ。しつこかったんで。え？なになに？流れでそんなもんなっちゃうわけ？いやまあまあ勢いっていうか。いや、そういうことじゃないだろ。いや、そんなもんですよ、大抵のことは。え？人生なんて思ってもないとこ行っちゃうもんなんですから。そうなの？そんなもんですよ。ねえ、大体梶原さんに会ったのだって言うなれば流れじゃないですか。あ？あなたの血をきれいにしてあげますなんて。なあ、私もそうですよ。駅前で気づいたらニコニコした人たちに囲まれてて、そのまま施設連れてかれて。いや、それ今さら言うこと。そんで梶原さんに今の社会の矛盾点みたいなのを教えられて、なんかかっこよくて。なんか梶原さんかっこいいから。だって梶原さんに会ってなかったら僕たちだってこんな教団入るなんてことはなかったし。こんな教団ってあれですけど。そうだよ、それはちょっと言い過ぎだよ。うん、それはまあそうかもしんないですけど、それは謝ります。すいませんでした。
そうだよ、全てが梶原さんのせいだってことではないんだから。いや、今そこいいからさ。で、だからこの教団に入ってなかったら僕ら人なんて殺さなかったですもん、一生。うん、そりゃまあそうですよね。え、じゃ何、俺が悪いわけ？いや、だから全部梶原さんのせいだってことではないって言いましたよね。あれ？はい？あれあれ？何ですか？これ、飛ばしじゃないよね？え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 ？ほら、だって鼻のとこほくろないもん。いやほくろありましたっけ？いや、それ以前に顔が違うもん、全然、背格好も。あれ、飛ばし、いや、飛ばしさんですよね。俺が言ったのは飛ばしだぞ。これ、林じゃ。そうですよ、林ですよ。あ、そっか。あ、そっかじゃねえよ。林関係ないぞ、どうすんだよ。あれ、林さん関係ないんですか？関係ないよ、っていうか、もちろん功労者だよ、幹部候補生だよ。どうすんだよ。これが、幹部候補生、これが、いや全然そんな風に見えなかったもんですからなあ。ええ、そうなんですよ。そんな幹部候補生だなんて、この人そんな片鱗、これっぽっちね。そういう問題じゃないよっての、まあ、人は見かけじゃないんだから。待って、あれ、はい、お前らさ、こっちも違うんじゃない？あ、そっちが飛ばしだ。あ、そうかそうか、そんなミスねえ。こっちは飛ばしじゃないよ。え、飛ばしじゃない？誰ですか？ねえ、ねえじゃねえ、誰ですじゃねえだろ、誰なんだよ。僕たちとしてはエリコさん。これエリコじゃねえだろ。エリコさんってことは女でしょ。男じゃないこれ、明らかに。え？あ、本当だ。暗がりだったから分かんなかったんかな。え？そんなこと。ねえ。そうね。ちょっと暗かったしね。エリコさん、大きいし。誰なんだ。あれ、これエリア様じゃない？え？
まさか。ああじゃないよ、これご子息のエリア様で、エリコじゃないよ。え、どうすんだこれ。いやー、いやーじゃないよ。どうしましょう。どうしましょうじゃないよ、まあ、これかばいきれないわ、さすがに。どうなって、あれ、大問題だお前ら。いやいやいや、そんなこと言っても僕ら言われた通りにしただけですもん。え、何それ。いやだから僕たち言われた通りに、言われた人を連れてきてちょっとお仕置きをしてって思ったら、そしたらなんかいろいろ言ってきたから、弁護士的なこととか、めんどくさいっていうか、なあ。そうなんですよ、こいつら。私は教祖の子供だの、わけわかんないこと言い出して。わけのわからないことじゃないよ、事実じゃないそれ。今となってはそうですけど、特許ねえ。そうですよ、助かりたいと思ってごちゃ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 、しまいにはこいつなんか教祖の子だなんて、笑っちゃったよな。ねえ笑い事じゃないよ、本当のこと言ってんじゃない。あ、でもあんな状況にいたらこうなりますって、小城原さんだって。俺がならないよ、普通誰もならないよ、ま、教祖の子だぞ。だって僕ら知らないですもん、教祖の子供の顔なんて。大体教祖の顔だっていつもこんなアラブの女の人がかぶるようなマスクかぶってるから知らないっつうか、なんつうか、あの人たち秘密多すぎますよ。まあ、うん、そうそうね。私たちはさ、もう身内ってかさ、家族みたいなもんなんだからさ、そこはもっと気を許してもらいたいものだわね。いや、だから、それが我々の教団のあれだからさ、神秘のっていうかさ。そんなんじゃ今時の人をついてきませんって。いいんだよ、そういう方針なんだから。そうやってやってきたわけだよ我々は今まで。教団の方針まで口出すなっていう立場考えろ今の状況。なんだよ。じゃあ梶原さんは教祖の顔見たことあるんですか。あるよ、そりゃ。え、あるんですか。ある、創業メンバーだ俺。知らなくてどうすんだよ。え、同級生とか。違う、なんだよ同級生って。どこで知り合ったんですか。あれですか、元暴走族だったとか、そん時からの先輩後輩とか。あ、だいたいなんか指導力ある人ってか、大きなことやる人ってだいたいモテるんだもんね。ね、何言って。あのな、ちゃんと徳を積まれた修行された方ですよ。年齢だって俺よりもずっと年上の。入団パンフレットに書いてあったろ。ありましたっけ。あっただろ、読んでないの。覚えてる。私は大体は。大体って。じゃあまた
それはそういうことにしといてですね。どうしますか？これ。え？ここまで来ちゃったら、これも僕たちだけの問題じゃ収まらないですよ。え？責任問題。え？梶原さん、管理責任問われますよ。何？だって僕たちの上司じゃないですか。直属の。いつもニコニコ広報部じゃないですか。大体なんで広報部にこんなことさせるんですかね、上の人たちは。広報部の仕事じゃないですよね、これ明らかに。人生ミスだ。梶原さんの部下だからってことで、本来専門じゃない仕事やらされちゃってんじゃないですか、私たち。ほら、流れが出てきた。流れって流れじゃないですか。あのさ、広報部って言ってもさ、もともと形だけじゃない、ね、たまたま配属されたのがここだってことで、だいたい我々のこの組織の中でさ、もともとその道のスペシャリストなんてさ、どこ見たっていないんだからさ、オタクみたいな感じのやつばっかじゃない、社会経験のない頭でっかちな感じの。見極めちゃう、ケミカル系はな。みんなここ来て覚えるんだよ、まあ、いろんなこと、人と人とのつながりっていうかさ、社会を学ぶんだよ。みんな初めは素人なんだよ、何でも素人から始まるんだよ。そうだろう、違うねえ。まあでも教祖の子殺しちゃ、いくらこいつがダメ息子だったからといってもただじゃ済まんでしょ。なんでダメ息子って知ってんだよ。あ、ダメ息子だったんですか。え、やっぱそんな気がしたんだよね。なあ。ねえ。そう。まず言葉の使い方がなってなかったもん。態度も悪いしさ。だよな。あれなんていうの？ほら、品がないもの。うん。そう。品格。品格の問題ですよ。いや、結構な玉でしたよ。梶原さんも。手焼いてたんじゃないですか。いや、そんなことないよ。本当ですか。ありゃダメだったよ、マジで。あれ？なんか。なんだよ。なんか梶原さんちょっと。なんだよ。はは。もしや。なんだよ。うん？なになに？いやね、初めからこれ狙ってたんじゃないですか？どういうこと？いや、だからさ、教祖の子供邪魔だったんじゃない、梶原さん。え、何バカなこと言ってんだよ。図星でしょ。そっか、賢いな梶原さんは。この木に乗じて二代目やっちゃうか。俺たちに罪かぶせて。そりゃないっすよ、梶原さん。そんなことあるわけねえだろ。いや、だって私ら梶原さんに言われた通りにしただけだもん。ねえ。そうだよ。そうですよ。怪しい。ほらほら、どうですか？
あと私らも殺さないでくださいよ。使い道あるでしょ。もうここまで来たら一蓮托生上り詰めましょうよ。は？だからここまで来たらもうこの教団ダメじゃないですか。な、だって人殺しちゃったらもう何言っても無理ですよ。前田ちゃん、何言ってんの？だからこの教団もうダメだって言ってるのよ。どうすりゃいいんだよ、僕たち。だから罪を全部教祖にかぶせて一旦解散するので、迷える信者3万人とその施設全部梶原さんが引き継ぐんじゃないの、あのバカ親子に代わって。ねえ梶原さん。へえ、私たち役に立ちますよ。待って。待ってください。殺さないで。今は殺さないで。死体が多すぎます。ん？あの、実は教祖もやっちゃったんです。ね。ね。どこに？そこ。え？そこ。え？あれ？はい。もう怖気しちゃってんじゃん。でかかったんで。一人も二人も一緒だしって。三人じゃん。それにあれ最初にやってんじゃん。これも流れなんですけどね、一人やっちゃったらもう。この際だから嫌なやつら一気にやっちゃおうって。教団のためにならないやつみんなやっちゃおうって。ローラー作戦ね。あ、一層作戦か。もう幹部同士の上層部の仲間割れってなったやで。え？だって教祖にご子息に幹部候補生でしょ。お前ら、私らみんなの教団ですよ。私腹肥やしてどうすんのよ。僕らみんな不満持ってたんです。幹部たちばっかり毎晩有限艇だ、すきやばし二郎だって。そう、ベンツだベントレーだって。この世界を良くするために私ら家族も捨て、財産も全部投げ出して、それなのにお前ら梶原さんもそんな幹部メンバーのお一人。
を殺せ。梶原さんは教団の女食っちゃうだけだから。僕たちはそれこそ許せないって言ってたんですけどね。かわいいもんで。梶原を殺せ。結構女子からの人気票が入って梶原さんセーフ、多数決で。僕たちはやっちゃえって言ったんですけどね。教祖になる際はバーン十分お気をつけ遊ばせ。で、これらどうしましょう。